って、感謝盛り上げてくれてさ、後ろから人が集まってくるシステムになってるんですよ。ちょっと1回だけでいいんで、この後本当あと6分か7分で終わるんで、6分7分お付き合いできる方、もうちょっとだけこの心の隙間をもうちょっとだけ埋めてくれると、あの最後何かやってる感が出て、あれです、ちょっと後ろあのブロックしちゃうとまずいんで、もうちょっとだけあの詰めてください。あれです、この大道芸って人数じゃないんですよ、人数じゃないんです、大切なのは人口密度なんです。詰めてね、いきます。じゃあ1回これでプラス、これしたら絶対そこの隙間とそこの隙間プラス5000人くらい集まってくるんですよ。そう、もう5000人集めて最後6分7分頑張るんで、いきます。あ、すみません、大人の方先に正直に言っておきますね、桜になってくださいお願いします。これ僕一人がテンション高いとすごい恥ずかしい思いするんで。なんとちょっと人通り少ない。今からこの不安定な筒の上にさらに不安定な板を乗せて、その上でバランスを取るのに挑戦します。おお、皆さんありがとうございます。待って、皆さんのおかげで後ろから1名集まってきました。ちょっとせっかくなんで僕の限界挑戦しますね。さらに高くします。2段これも本当見てくださってると分かると思うんですけど、めちゃくちゃ不安定です。これを乗せて乗ります。でこれ本当危ないんで、絶対一番前の子供たちは中に入ってこないんでね、これ本当危ないんで、いきます。あ、ちょっとあの緊迫しすぎるんで一個だけ小ネタ挟みましょう。ちょっとせっかくなんで1個だけ小ネタ挟みます。これも結構すごいですよ、皆さん本当5分くらいです、あと5分見えるとこ来られてください。これも結構すごい技、いきます。ちょっと待ってください、バランスが大切なんですね。ほっほっ、あ、これ誰でもできます。